武者の工事さねやつ、武者の工事さねやつ、武者の工事さねや、1885年、明治18年5月12日から1976年、昭和51年4月9日は、日本の小説家、詩人、劇作家、画家、貴族院直選議員。聖の武者の工事は本来、武者の工事と読むが、後に、武者工事に読み方を変更した。しかし、 一般には、武者の工事で普及しており、本人も誤りだと正すことはなかったという。仲間からは、武者、武者の愛称で呼ばれた。文化勲章受章、名誉都民、日本芸術院会員、増樹参位、没字女位。東京府東京市工事町区、現在の東京都千代田区に、藤原北家の支流、会員流の末裔で、 江戸時代以来の苦行の家系である武者の光寺家の武者の工事真吉尺とか出の光寺家美野秋子、鳴子夫妻の第八子として生まれた。上の五人は溶接しており、姉の伊よ子、兄の公共と育った。二歳の時に父が結核で死去。1891年、明治二十四年、学習院初等科に入学。得意科目は朗読と数学で、 体操と作文が苦手だった。道中等学科6年の時、留年していた二歳年上のしがな親と親しくなる。道高等学科時代はトルストイに系統、聖書や仏典なども読んでいた。1906年、明治39年に東京帝国大学哲学科社会学専修に入学。1907年、明治40年、学習院の時代から同級生だった。 滋賀直哉や木下林源らと作った十四日会で創作活動をする。同年、東大を中退。翌年には、諸女作品集、荒野を自費出版した。1910年、明治四十三年には、滋賀直哉、有島竹を、有島育馬らと文学雑誌、白樺を創刊。彼らはこれにちなんで白樺派と呼ばれ、サネアツは白樺派の思想的な支柱となる。 1913年、大正2年、竹尾ふ子と結婚。1916年、大正5年には、龍宗義や滋賀直也が移り住んでいた。現在の千葉県我が腰に移住した。理想的な調和社会、階級闘争のない世界という理想郷の実現を目指して、1918年、大正7年に、宮崎県小遊軍基上村に、新しき村を建設した。 サネアツは農作業をしながら分泌活動を続け、大阪毎日新聞に友情を連載。しかし道村はダム建設により大半が水没することになったため、1939年昭和14年には埼玉県入間郡諸山町に新た新しき村を建設した。ただしサネアツは1924年大正13年に離村し、 村に居住せずに会費のみを収める損害会員となったため、実際に村民だったのはわずか六年である。この両村は今日でも現存する。同村のウェブサイトでは、サネアツが損害会員になって分泌活動に専念したことを好意的に受け止めている。実際に、サネアツが村民だった頃の活動は離村後の彼の執筆に多大な影響を及ぼしたと言われており、 また同村にとってもサネアツが事実上その象徴的役割を果たしたことは否めず、両者は今日に至るまでいわば持ちつもたれつの関係にあると見ることもできる。1922年、大正11年、房子と離婚し、メシ川、イゴ安子と再婚。翌年の関東大震災で成果が消失。白樺も習慣となった。この頃から、 スケッチや短彩画を描くようになる。また油絵も描き、1929年、昭和4年には、東京、日本橋の丸禅で、古典も開いた。執筆以来はほとんどない、失業時代で、トルストイ、二宮尊徳、伊原西覚、大石義夫、一級、釈迦などの電気小説を多く執筆した。1936年、昭和11年、 4月27日からヨーロッパ旅行に出発。12月12日帰国。旅行中に体験した黄色人種としての屈辱によって、サゲアツは戦争支持者となってゆく。1937年、昭和12年、帝国芸術院に新設された文芸部門の会員に選出される。1941年、昭和16年の太平洋戦争開戦後、サゲアツは、 トルストイの思想に対する共感から発する個人主義や反戦思想を殴り捨て、日露戦争の時期とは態度を180度変えて、戦争賛成の立場に転向し、戦争協力を行った。1946年、昭和21年には、貴族院議員に直戦されるが、同年8月7日に辞職、同年9月には、太平洋戦争中の戦争協力が原因で、 公職追放された。1948年、昭和23年には、主観として、心を、創刊心理先生を連載。1951年、昭和26年、追放解除となり、同年に文化勲章を受賞した。晩年には盛んに野菜の絵に、仲良きことは美しきかな。 君は君割れは我れなりされど仲良きなどの文を添えた色紙を記号したことでも有名だった。1955年昭和30年70歳で調布市仙川に移住、亡くなるまでこの地で過ごした。1976年昭和51年4月9日東京都狛江市にある東京寺警戒医科大学附属第三病院で尿毒症により死去。 満九十歳だった。晩年の二十年間居住した調布市の自宅敷地、及び建物が、没後に、佐根ツ公園、調布市、武者の工事佐根ツ記念館として公開されている。母屋は2017年11月二日付で、国の登録有形文化財となった。佐根ツは白樺派の思想大名詞的存在で、理想郷の建設に代表される、理想主義的、 空想社会主義的行動には現実離れしているという批判も付きまとった。また、気まぐねで始めたことを簡単に投げ出すという無責任とも取れる言動を批判されることもあった。ただしその作品は必ずしも彼の思想的背景によるものではなく、それゆえ現代に至るまで広く一般に読まれている。これが一般には友情。 愛都市などの代表作を生んだ近代日本を代表する作家の一人としての知名度の方が、はるかに高いゆえである。前週は、小学館より全18巻が出版されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。